にちは。インテリアアーティストゆりちゃんこと木野ゆりなと申します。本日はプロフィーズキャンパス内にありますノルディックビリという施設からお届けをいたします。本日ご紹介します椅子ですけれども、こちらですね、2006年にデンマークコペンハーゲンで誕生しましたメーターのハイスツールをご紹介していきたいと思います。こちらのメーターのハイスツールですけれども、デンマークの建築家のデュオンですね、スペースコペンハーゲンがデザインをしたスツールになります。見ての通りすごく、ね、美しい、造形美が楽しめるハイスツールになるんですけれども、このデンマークブランドのメーターですけれども、今も SDGs や環境活動に対してもいろいろとこう提唱されておりますけれども、こういった世の中が提唱する前からサスティナブルな、そういったものづくりをしているブランドになります。ただこう作るだけではなくて、使う素材ですとか、あとは作る工程の中で、環境や社会に負荷をかけていないかどうか、できるだけ削減したりですとか、そういったものを抑えた、そういうものづくりをしているブランドになります。スツールというと皆さんはどういった印象を持たれるでしょうか。スツールとは、背もたれのない椅子のことを言うんですけれども、日本ではまだそこまでこう馴染みがないのかなというふうに感じています。私もこのメーターのハイスツールに出会うまでは、スツールというと本当にちょっとした腰掛けぐらいの認識しかなかったんですね。で、私が本当に、昔デンマークに行った時に、朝こうちょっとこうベーカリーショップ行ったりとか、カフェにちょっとこう掃除に行こうかなと思って行った時に、とあるカフェにこのメーターのハイスツールがザーッと並んでいたんですね。で、その瞬間に、あ、ものすごく美しいと感じた第一印象っていう部分と、あとは座った時のこの座りやすさの感動は今でも本当に忘れることができないぐらい衝撃的でした。デンマークの人々ですと、スツール1個取ったとしてもやはりこう生活の一部になっていまして、いろんなこう座り方のスタイルですとか、あとはこう個のパーソナルな時間をすごく大切にしているなっていうのをこう印象に思いましたね。こちらのメーターのハイスツール、デザインの特徴なんですけれども、スツールですとこう座った時に意外とこう硬いですとか座り心地が悪いっていう印象は多いかと思うんですけれども、このスツールは、オーバル型にまずなっている、そこでの安定性と、あと中心にこうくぼみができていますので、座った時にぶらつかない、しっかりとこう支えてくれるような感覚が特徴的ではないかなというふうに思います。また足の部分は、上とこう足の上の部分と座面をこうつなぐところまで本当に最後までこう繊細に削られていたりですとか、滑らかな曲線が特徴的になっています。なんかこう上から下に向かって、細く削られている部分と、あと座った時にこう足をかけられるようにつないでいる、向きの部分があるんですけれども、そこは耐久性を保つために、素材を組み合わせた、そういったちょっと面白い椅子になっていますね。最近の住宅の中でですね、キッチンにこだわりを持つ人ですとか、あとはこうパーソナルな時間を大切にしたいという方が、こういったハイスツールを選ぶ傾向が増えてきています。ちょっとしたこうほっと一息つきたい時ですとか、あとはこう本当に短期的にちょっと集中して何かパソコン作業をしたいという方、そういった方にはこういったハイスツールがすごくおすすめではないかなと思います。こちらのハイスツールは約5年ぐらい使ったものになっています。こちらオーグ材の装具フィニッシュのナチュラルレザー素材になっていて、座高の高さがですね、こちらは74センチのタイプのものになります。こちら一脚で、税込みで約19万円台から配布しております。また納期がですね、約、半年ほど頂戴しております。暮らしの中で少しこう変化をもたらしたい方ですとか、自分のこうパーソナルな時間を楽しみたい方、あとは、北欧家具を一通りこう楽しんだ方、ダイニングチェアだけではなくてこういったハイスツールも、ぜひ